ジェイミー・マクラーレンはオーストラリアのサッカー選手。ポジションは FW。メルボルンシティ FC 所属。2013から14シーズンより A リーグのパースグローリーに3年契約で加入した。2014から15シーズンは10ゴールを挙げ、その年のリーグヤングプレイヤー賞を受賞した。シーズン終了後に対談を決断した。2015年7月5日。 ブリスベンドアート2年契約を交わした。同年10月8日のウェスタンシドニーワンダラーズ FC 戦でデビューして、以来、18ゴールを上げ得点ランク2位を記録した。ファイナルシリーズでは2得点をさらに追加し、合計20得点でシーズンを締めくくった。2016から17シーズンは19ゴールを上げて、得点を争いに加わり、 ベサルト・ベリシャと共にゴールデン・ブーツを獲得した。2017年5月、ブンデス2部の SV ・ラルムシュタット98と3年契約を交わした。しかし、出場機会は少なく、2018FIFA ワールドカップの本大会メンバーに選出されることを望んでいたため、2018年1月にスコティッシュプレミアシップのハイバーニアン FC に期限付き移籍した。 同年2月3日のレンジャーズ FC 戦で PK から初得点を挙げると3月9日のハーツとの対戦であるエディンバラダービーでは2から0となる追加点を記録した。最終的に8ゴールを挙げチームのリーグ4位に貢献した。2019年1月ベルボルンシティ FC へ移籍。2018FIFA ワールドカップを戦うオーストラリア代表の本大会メンバーに選出された。 イギリスのパスポートを所持しているほか、マルタにもルーツを持っている。A 代表に選出される前は、マルタ代表から代表入りを打診されたが、これを断っている。ありがとうございます。